2016ものづくり総合大会事務局の成富です。本日は F3 セッション2つ目の講演事例についてご説明いたします。テーマ、フレス再生計画外観品質向上活動から学んだことと題しまして、ダイハツ工業株式会社京都工場第二製造部 PW 課小田博之様にご講演いただきます。講演内容は大きく3つから成り立っております。1つ目が外観品質不良率 1% 以下への取り組み、2つ目が自主性を高めるための意識改革、3つ目がルールを遵守できる職場づくり人づくりに向けた監督者の活動となっております。ご期待ください。